それでは最後に台湾の戦後史を見ておきたいというふうに思います。まず台湾の戦後史の始まりは日本の敗戦ということになるでしょう。日本が戦争に敗れるとですね、すぐに国民党の軍隊が台湾に進駐してきます。まだこの段階では国民党と共産党の内戦は本格的にはなっていないですし、国民党が敗れてはいないです。その段階で日本がいなくなったんで当然中国は支配するでしょうと、回路会談で台湾は中国へっていうふうなことは決まってましたからね。国民党軍が台湾へやってきます。しかしそこで2種類 その台湾の人間が生まれるわけですよね。つまり中国からやってきた、本土からやってきた中国人と昔から台湾に住んでいた人たち、これが外省人と本省人、外からやってきた外省人と昔から台湾に住んでいる本省人というふうな対立の構図が生まれてしまうんですよね。でこの時にやってきた国民党軍が非常に評判が悪い、その台湾の人々に対して厳しく当たると、さまざまな収奪を行うということでね、当時よく使われた言葉が犬が去って豚が来たっていう言葉なんだそうですね。ワンワン吠えてうるさい、でも番犬には役に立った日本がいなくなったら今度は食って寝るだけの、その国民党軍がやってきたっていう、そういう言い方ですよね。でこういう形でですね、国民党に対する反発が台湾では強くなってきます。でその反発を国民党が抑えつける弾圧事件、これが起こる。これが、台湾における大きな、傷跡として残っている228事件というものですよね。多くの台湾の本省人が犠牲になりました。国民党軍によって犠牲になったということですね。そして49年内戦に決着がついて国民党を敗れ、国民党の全軍が台湾に移住してきます。これにより国民党が完全に台湾を抑え、台湾はその国民党中華民国政府が支配をすると、こういうことになるわけですよね。これによって中国本土の共産党による中華人民共和国と台湾の国民党中華民国という2つの中国が生まれてしまうということですよね。で、本土の共産党中華人民共和国に対抗するために国民党のもちろん指導者は蒋介石ですけれども、蒋介石は台湾に戒厳令を敷いて人権を制限しています。でその状況がずっと続くんですね。つまり長いこと蒋介石、そして息子の蒋介石の2代にわたる、独裁国家だったわけですね。蒋介石の名前もですね、あまり知られてないんですけども、この人も非常に激動の人生を歩んだ人物で、彼の話をするだけで1時間は言うに必要だっていうぐらいなんですけども、それはまた別の機会というふうなことにして、この2人の時代が続きます。独裁国家ですよね。でこの2人の時代に台湾中華民国ですよね、これは52年の段階で日華平和条約というのを結んでます。つまり50年代に日本はこの台湾の中華民国と講和条約、戦争を終結させる講和条約を結んでるんですよね。しかしその関係は71年に国連代表権を台湾が失い、そして翌72年ニクソン大統領の後慌てて田中角栄首相が飛んでった時の日中共同声明によって日本と中華人民共和国の国交が樹立しますよね。つまりそれは一つの中国、両方ともね、中華人民共和国も中華民国も俺が本当の中国だって言ってるわけですから、どっちかを認めればどっちかを拒否する否定するってことですね。で今までは台湾の中華民国を日本は認めていたわけですが、この72年の日中共同声明で台湾との関係を断ち切り、新しい中華人民共和国との関係を築いたということなんです。だから実は日中共同声明って非常に大きな、日本における外交の転換点になったんですよね。それを実行した田中角栄、大平正芳コンビっていうのは、この中国に対する対中国外交においては非常に大きな功績を残しているということでしょう。しかしその一方で台湾の政府、中華民国政府とは断交するということになります。そう、忘れないでほしいのは、日本政府は政府としてのつながりを台湾と持っていません。と
それは忘れないでくださいね。民間の交流は非常に強い日本と台湾ですけれども、政府間の公式のパイプというのは実はないんですね。外交関係はありません。という変化がここであったということになります。さあ、小慶国はですね、自分の、まあ、後継者に事実上、本省人、つまり台湾出身の人間を、抜擢していくんですね。それが李登輝です。李登輝という人物。そう、ついこの間亡くなった人物ですね、李登輝はね。まあ、李登輝は実は京都大学、日本の京都大学で学んだ学者さんですね。ということで非常にこう親日派ということで知られています。彼もインタビューで、自分はもう中身は日本人みたいなもんで、難しいことを考えるときには日本語で考えるっていうふうにはっきり言ってますからね。で、この李登輝が総統になります。ちょっとプリントが変な記述になってますが、李登輝が総統でいいでしょう。で、彼が民主化を進めていきます。そして96年、韓国よりも遅かったですね。96年に初の民主選挙が実施をされるんですね。ということで韓国も台湾もですね、今でこそ日本とは非常に、近しい存在になりましたけれども、80年代90年代までこの国は民主的な選挙が、うまくできてできなかった、そういう苦しい歴史を歩んだ国なんだということを忘れないでください。その民主化をこう渇望する、そういう気持ちが非常に強かったんじゃないかなと思いますね。特にこの時代ですね。で、李登輝はしばらく総統していくわけなんですけれども、まあ、もちろん国民党ですよね、李登輝はね。李登輝総統は、元総統はね、ついこの間ですけどね、2020年に亡くなりました。この、そうそう、この写真は一番左が蒋介石ですね、蒋介石の息子です。それから真ん中が、そのついこの間亡くなった李登輝ですね。この李登輝総統の上にはちょっと消しちゃいましたけども、実は孫文の肖像画が掲げられています。そして一番端の写真、これがですね、2000年の選挙で初めて国民党が総統の座を失います。新たに総統になったのが、水変という人物で、彼は台湾の独立を唱える民主進歩党、まあ、略して民進党とよく呼ばれてますが、正確に民主進歩党の、人物です。で、民主進歩党は台湾独立を主張する。ここはしっかり押さえておいてください。で、これはですね、中国にとって非常に頭の痛いところです。中華人民共和国ですね。中華人民共和国も台湾の国民党政府もですね、両方とも中国は一つと言ってるわけです。つまり、中華人民共和国は台湾を必ず併合する。それから、台湾の 中華民国国民党政府も、小さい、台湾は小さいんだけども、中国を必ず本土も併合して一つになる、まあ、つまり中、本土を資本主義化するってことですよね。って言ってるわけですよ。逆に言うと、中華人民共和国共産党政権にとってみれば、国民党が政権を担っている限りは絶対に国民党は台湾だけで独立することはないんです。国民党は、中国本土も一つにまとめるってことを主張し続けてますからね。それをやめることは国民党はありません。しかし民主進歩党が、政権を担うということは独立を主張するということです。これは中華人民共和国にとっては認められないことですよね。だから変な話ですけれども、共産党と激しく対立をしてきた国民党が、台湾を支配をしている方が中華人民共和国にとっては都合がいい。民主進歩党、独立を主張する民主進歩党の政権獲得は非常に厄介な状況であると、中華人民共和国にとってね。それを忘れないでください。まあ、陳水扁はその後、公金の私的流用が問題になってですね、実は有罪判決を受けてしまってですね、大統領や総統を辞めた後なんですけどね。その後、まあ、そういうこともあって、国民党の馬英九が総統に、まあ、国民党が返り咲くという形になりますが、現在では民主進歩党の、女性ですよね、蔡英文、彼女が、総統ということになります。彼女も一時支持率が急落をしましたけれども、中国が香港をね、中国による、中華人民共和国による香港の対応に対して、台湾は民主化を、守ると、というふうな
強い態度を示して、まあ、人気を高めましたし、それから、新型コロナウイルスに対する対応も非常に国際的に高く評価されて、いて、まあ、アメリカの大臣がやってきたり、アメリカも国交がないわけですよね、正確にはね、正式には。そのアメリカの、長官ですね、大臣にあたる長官がやってきたり、それから、この間、ついこの間は、チェコの、議会の議長が、やってくると。そういうことで台湾の国際的な地位が今向上していますよね。まあ、これに対しては中華人民共和国が非常に強く反発をしていると、という状況があってですね、まだまだこの東アジアをめぐる、まあ、中国、台湾、それから朝鮮半島ですよね、南北の朝鮮半島の動き、これはですね、世界的に見ても非常にこう、安定しているとはとても言えないような、そういう国際情勢にあるんだと。その中で日本はどんな立場を取っていくのかというのは、実は非常に重要で深刻な問題であるということを、ぜひこの中国、朝鮮半島、台湾の歴史、戦後史を見た上で、まあ、実感といいますかね、まあ、考えるその材料として欲しいなというふうに強く思います。